はい、ドーレイです。本日は任天堂ダイレクト来ましたね。で、ピックアップのところに、こうやってね、スプラトゥーン3の、エキスパンションだったり、ピクミン4、まあ、ゲームボーイとか、ね、いっぱいもう出てるので、欲しいやつ、これですね。エキスパンション。これ。これ買っていこうかなと思います。ゲームボーイもね、昔俺やってたのでね、すごい好きなね、タイトルとかあったので、まあ、いつか、これもやっていきたいなと思うんですけど、まず、スプラトゥーン3、エキスパンションパス。これダウンロードしていきますか。買ったらどうなるんだ。もう使えるのかな。もう使えるの。春って書いてあったから、まだだと思うんだけど、買えるっちゃ買えるので、買っていきましょう。買うよ。買うからね。俺カードで買うからね、これ。はい。押しました。あ、買えたかも。な、変えたぞみんな。エキスパンションパス買ってみました。これ、終わったら、あれか？あ、ダウンロードしてる。しかもついでにね、アップデも来てたみたいです。スプラトゥーン3つけていきましょう。どうなるんだろう。なんかね、特典みたいなのもらえるって俺聞いたことあるんですけど、なんかもらえるのかな？まあ、あとは、まあ、多分まだスプラ1の世界にはいけないんだろうけど、ちょっとどんな感じか、みんなも多分見たいと思うので、買うか迷ってる人もね、いると思う。あ、フェスのさ、あれ、夕方になってるもフェスが近づくなってくるとね、夜じゃなくて夕方になるんですよ、この、待機画面がね。あ、ごめんなさいね。はい、ニュースは、これ絶対見なきゃいけないやつだな。そうだな。なんだ？ワンカラジオの時間だ。今日も隅から隅までずずいっと塗ってみましょう。えいえい。あ、アップデート入りました、アップデート。まあ、これはちょっとバグの修正とかね。まあ、大したことないアップデート。大したことないことはないけど。はい、ということで。飛ばせるとこまで来ました。はい。買ったぞ。で、どうなるんだ？ちょっと見ていこうか、左側の。あそこの地下鉄の、あ、これがね、今封鎖されてるんだけど、開くみたい。で、ここから行けるっぽいですね。気になりますね。あとはなんだ？ちょっとロビー行こっか。なんか追加コンテンツの、なんか特典みたいの欲しいけど。もらえるんですかね。あー、なんか出てるよ。びっくりマーク。これじゃない？あ、違う。あ、これ。これみんなこれもらえるんだって。追加コンテンツの特典。お金と、お金の、まあまあ、なかなかもらったらお金。あとは、そうですね、経験値のレベルが上がるやつとか。あと、ギアのチケットを各種それぞれ一個ずつか。もうちょい欲しいな。もうちょい欲しいな。まあでも、まあ、もらえないよりはいいですね。で、あとは、追加コンテンツ待ちだ。楽しみだな。俺はもう買ったので。やるしかない。これ第1弾だからさ。なんかインクの色綺麗だ。夕方だからかな。めっちゃ綺麗。フェスの時の黄色インクめっちゃ綺麗。綺麗ですね。